はい、皆さんこんばんは、りょうたです。今日はちょっとふとした疑問をちょっと問いかけたいと思います。本日僕LINE ライブという動画配信アプリで、ライブをさせていただいて、で僕普段ポコチャっていう動画配信アプリでライブをさせていただいてるんですけど、その違いが、 LINE ライブは年齢制限ないです。しかしポコチャは基本的に未成年はいけない、登録できない、イコール未成年はポコチャのライバーさんを視聴することはできない。それをLINE ライブのリスナーさんになぜできないんですかみたいに言われたんですよ。で僕はまあ一瞬ふと考えて言葉が詰まりました。でまあなぜかと言ったら、動画配信アプリというのは投げ銭というのはその人の財布のお金や仕事で稼いだお金、クレジットカードを使ってその配信されているライバーさんという方にアイテムという形でお金を譲渡するシステムなんですよ。でポコチャは未成年がそのライバーさんにアイテムを投げるという行為自体を抑制するためにする未成年は参加できないっていうふうに答えたんですけど、まあ果たしてそれが正解かどうかはね、難しいところだと思います。まあ、なぜなら言えば未成年がまあアルバイトをしてて、自分のお小遣いからそういう投げ銭をする人もいれば、やっぱし未成年なんでお金がない、でも自分が見ている人を応援したいとなってしまった場合、自分の身近にいる兄弟や家族の持っているお金を勝手に拝借して課金をするというニュースもやはり僕見たことあります。でまあ実際僕の周りはもう社会人なんでそういう方はいませんが、もしね僕が小さい子供でそういう状況やった場合、する可能性もありますね。やっぱ動画配信アプリというのは比較的簡単に稼げたり、またいい人ばかりではなく、やっぱ仕事なんで悪い人もいます。だからそういう人に近づかない、騙されないという意味でポコチャは年齢制限をかけてる意味もあります、あると思います。で本当にね今社会に出て重要な契約、まあもちろん選挙とかもそうですし、重要な契約って基本的に未成年は契約しにくい社会です。まあ本当にそれって子供の安易な知識で勝手に契約してしまって、で後で後悔してしまう可能性が大いにあるから、そういう年齢制限があると思いますし、また本当に小学生、中学生、高校生の見た、体験した、学んだ知識だけではちょっとね、難しい社会の生き方じゃないかと思います。まあ本当にね、
何を伝えたかったんかはちょっといまいちちょっとね、オチは、うん、そうですね、うん、契約は安易にしない、うんうんうん、まあ僕はこの家、僕が住んでるマンションですかね、マンションは不動産屋に行って、あ、じゃあ不動産屋行く前に、家欲しいな、家欲しいなという安易な気持ちで不動産屋に行って、この家を見てさあこの家にするかと思ったもう2週間後3週間後にはもうこの家に住んでました。うんうん、まあ契約って本当に言ってしまえばめっちゃ簡単にできます。うんうん、特にね、家買ったもそうですし、書類上も関してもそうですし、うん、名前をサインして印鑑を押すだけで比較的誰でも契約ってできるんですよ。だから間違ってしまえば人生は波乱万丈になる。まあその波乱万丈をどないかできる、あの知識や経験や社会的地位があれば全然 OK なんですけどね。OK なんですけどね。うん。ただまあ子供のうちではそれはまたちょっと早いじゃないか、ちょっと早いじゃないかという、まあ大人のまあうん、勝手なエゴかな。うんうんうん。まあそんな感じですかね。ではありがとうございました。ラス。